雲。そういうことか。予想以上に早い手回しだな。どこで分かった？邪馬台の使者と言いましたよね。もしそうならば私のことを知らないはずがないんです。貴様、まさか。邪馬台の女王、卑弥呼の娘、幸賀の伊予姫、それが私です。まさか卑弥呼の娘と。それにもしも私を知らなかったとしてもです。母上様が元気かとの問いに答えられるはずがありません。母上様は一度も民の前に出てきたことがないんですから。調査不足でしたね。それが致命的です。見事というか、さすがというかだ。撃てるものなら撃ってみよう。しかしそこから撃たば、女王も無事では済まんぞ。
丈夫です。あまり外したことはありませんから。信じることです。あの子の腕を。気のせいです。悪いが、子供の遊びに付き合う気はない。覚悟はいいか。そうだな。残念だ。無駄だと言った。なんだ。Thank you.
ご気分はどうですか？どうか責めないであげてください。まだ未熟ですが、悪気はなかったのです。まあ、私に認められようと、あれはちょっとやりすぎではありましたが。まずは「そんなにかしこまらないでください。あなたは私を危機から救ってくださった命の恩人様なのですから。ですが、結局あなたは助けてくれました。それでも結果が一番重要だと思います。己の危機も顧みずに、百の理屈よりも一つの信念に従い行動する強い人。私たちはあなたを受け入れます。あなたも私たちを受け入れてください。過去の過ちは今後の未来によって贖われるでしょう。イザナミとお呼びください。時の来訪者様、あなたはこの世界の人間ではありませんね。いいえ、ですがあなたからはこことは違う時間の流れを感じます。どのようにしてこの世界に参られたのかは存じませんが、イザナミ様は自然の万物の気を感じ取ることができるのです。
くは申し上げられませんが、私には何か人と違った力が備わっているようなのです。ですから、お話いただけませんか。私もあなたの気には興味があります。はい。その方法が分かれば一番良いのですが。どうやったらいいのか皆目見当もつきません。私にはあなたが別世界の人間と知覚することはできても、それに干渉したり、またお手伝いする力はありませんので。はい。今は牢の中です。仲間の者と一緒に。泉では女王に対する反逆は内外未遂を問わず死刑、それが決まりだ。スサノオ。話は聞かせてもらった。異世界の迷い人よ、歓迎はできないが、そなたは姉上の客人だ。ここで逗留することを許そうぞ。スサノオは私の双子の弟なのです。どういう意味だ客人。よかろう。だが姉上も戦場に出れば。やめなさい、スサノオ。
そのようなことを来訪者様に聞かせることではないでしょう。口を慎みなさい。はいはい。姉上、ご報告したいことがございます。お人払いを。幸香と客人がいてはいけないことなのですか？まあいいでしょう。ですが、幸香殿には少々おつらい話になります。私なら大丈夫です。西の村の見聞から戻るとき、タイが襲われた跡がありました。ヤマタイのですね。残念ながら生存者は。ですが、その中の書簡には大変な内容が書かれてありました。前置きはいいです。早く話しなさい。末流が落ちました。末流？そんな本当ですか？私も信じられませんでした。ですが、卑弥呼様の直署名が入った書簡です。まず間違いはないでしょう。困りましたね。客人の及ぶものではない。スサノオ。はいはい。マツルというのは邪馬台に属する国の一つだ。地理的にも水路があり奥地にあるので、収穫した稲をそこの食糧庫に納めている。邪馬台では必要に応じてそこから各地の国へと配給する仕組みになっているのだ。そこを落とされれば邪馬台は食料を調達する術を失うのです。各地の村で備蓄しているのは多く見積もってもおよそ15日がいいところ。秋の収穫まではまだ50日以上もあります。このままでは邪馬台の民は飢えで苦しむ。そんな、大丈夫ですよ、幸香。スサノオ、泉の食糧庫には余裕がありますか？そう来ると思っていました。
収穫までの50日を割り引いても、残った3つの食料庫なら丸々使えます。糸、ぬ、ふや、トーマの国を含めて邪馬台の民全員の50日分ならば、何とか揃えることができるでしょう。わかりました。誰かある？